明日から始まる秋の交通安全県民運動を前に、佐賀北警察署と佐賀南警察署が合同でパトロールの出発式を行い、一日警察署長のメガモッツが交通安全を呼びかけました。あなたを一日警察署長として委嘱します。令和5年9月20日佐賀南警察署長を形成いたし、今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。一日警察署長に任命されたのは、カチカチプレスでもおなじみのメガモッツの2人です。委嘱状を受け取った後、メガモッツは集まった職員に、県民に防犯や交通安全の意識が広まればと思いますと訓示しました。二所合同の出発式では、佐賀市の園児14人が元気に交通安全の誓いを述べた後、パトカーや交通安全協会の車などおよそ30台がパトロールに向かいました。この後メガモッツは佐賀市のモラージュ佐賀で訪れた人に交通安全を呼びかけていました。秋の交通安全県民運動は明日から30日まで行われます。